はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。マインクラフトハンガーズシリーズ1とミニフィギュアミステリーパックです。はい、これは両方ともトイザラスで購入したんですけど、今までマイクラ系のアイテムはアマゾンでしか買えませんでしたから、いよいよトイザラスでも扱いが始まりましたね。ハンガーズシリーズの方には全10種類のマイクラスイングが入ってて、重さはすごい軽いんですよね。そしてミステリーパックの方はミニフィギュアが 12種類かな入ってて、何が入ってるかは開けるまでわかんないですね。両方とも3つずつ買いましたので、全部一気に回復します。とりあえずこの中だったら、スティーブとクリーパーとゾンビ、羊も欲しい。では記念すべき一泊目は誰でしょうドンおースティーブしかも、思ったより、 大っきい !800 円900円しますから、結構大きいのが入ってて、あ、このサイズは、ブリスタータイプのマイクラガングのフィギュアと同じサイズ。おー塗装はすごくさっぱりしてて、全体的に明るめのカラーですね。フィギュア本体にスイングのリングがついてて、カチャッと、これはおーすごい簡単な作り。外すことはできますけど、 ここは、出っ張っちゃってるんですね。で、可動は、んしますね。首がぐりっと動いて、両腕と両足。前のやつみたいに、腰の可動は、ないですね。まあ、でも、これはこれでいいかも。チープ来い二個目はこちらおおおやったクリーパー順調これも、ブリスタータイプの、クリーパーと、 同じですよね。サイズが。はい、ちょっと持ってきましたけど、あ、小さい。こっちより一回り小さい。さっきのスティーブと同じサイズ感ですね。そして同じようにリングがついてて、カチャッと外すことでスイングとして使えます。では、三つ目。これで羊が来たら、ミラクル。せーのを、ドンそして、ん ドンあはは <laughs> チラッとね、今見えましたよね。ハ、は、イ、い、スティーブー、ダブりました。この価格でダブりは辛い。では次はミステリーパックを開けましょう。こっちは確か300円後半、380円とか、それくらいだったような気がします。中にはこのようなラインナップのミニフィギュアが入ってて、割と変わり種が ありますかねあ、でもスパイダーとかいい。アーマーのゾンビもいいですね。では、出します。1個目さらに、なんかお菓子みたい。あ、ちっちゃいっぽいよ。せいのー、ドンちっちゃい <laughs> ちっちゃいこれ高くない <laughs> これで300円以上は高くないちっちゃいよめちゃくちゃちっちゃいちっちゃいちっちゃいだいぶちっちゃい <laughs> もうスケールが全然合ってないというか、え、小さっゴーストアイコンと比べると、これくらい。<laughs> 小さすぎでしょう。これは。せいぜい200円の食玩というか、ま、150円ぐらいかな。で、ここは軟スパーツになってて、可動もなしですね。なんかこう、分割してるっぽいですけど、動きません。 無可動フィギュアで超ちっちゃい。うん。じゃあもうちょっと安かったのかなこれは小さい。では2個目。だいぶテンション下がっちゃった。はい、せーのーーおこれはスケルトンホース。そしてこれもすごく小さいんですが、小さいうんぬの前にチャッチ。全身が軟質パーツで、もうグニングニンなんですよ。なんかこれ、他に使い方があるとか、そういうのじゃなくって、 本当にミニフィギュアですよね。うーん。あらまあ。<laughs> はい、全体はこのようになってて、上側、下側。では、最後、三つ目、もう何でもいいっす。何でもいいっす。ゾンビのアーマーのやつとかが出たらいいかな。はい、では、最後はこちら。おー、んゾンビアーマーかと思いきや、炎に包まれてるゾンビです。ゾンビインフレームだったかな はい、全体はこうで、まあ、これは、スパイダーに比べれば、サイズもあって、まあでも、200円だな <laughs> 妥当な価格は200円ですね。はい、今回出たフィギュアはこんな感じで、ミステリーパックは相当微妙でしたけど、ハンガーズシリーズのフィギュアは、予想より大きいのが入ってて、ブリスターシリーズのおもちゃを持ってれば、周りにアイテムを置いて、組み合わせて飾ることもできますね。 ちゃんと可動箇所があるところもすごくいいと思います。以上、トイザラスで購入したマイクラハンガーズシリーズとミニフィギュアミステリーパックの紹介でした。